沖ノ島、または沖ノ島は、琵琶湖の沖合約 1.5km に浮かぶ小島。琵琶湖最大の島である。琵琶湖国定公園、第二種特別地域。2015年4月24日、琵琶湖とその水辺景に祈りと暮らしの水遺産の構成文化財として、日本遺産に認定される。沖ノ島の空中写真。1982年撮影の4枚を合成。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。滋賀県大見八幡市を沖野島町に属する。約250人が居住する有人島で島の南西部に集落が形成されており、私立小学校や郵便局なども設置されている。また、猫が多く生息している。琵琶湖北部の地区部島は夜間に無人島となるため、 沖の島は日本で唯一の淡水湖に浮かぶ有人島である。海と繋がった木水湖を含めると中海の大根島、江島、浜名湖の弁天島も湖の有人島であるが、いずれも佳境されているため、離れ小島なのは沖の島のみである。島内に自動車や信号機はない。一方で自家用車並みに1軒あたり1隻以上の船が所有されている。 島内の移動手段は徒歩、または三輪自転車である。戦国時代には、琵琶湖水運の重要拠点として、ここに、石書が設置されていた。ここを通過する船は、陸上の石書と同様に石線を徴収される代わりに、沖の島の住民によって、航行の安全が保障されていた。石所は当初は、六角市の影響下にあったが、後に、本願寺系の自治都市方田の保護を受け、 さらに、織田信長の大海平定に従って、石書の存続が特に許され、豊臣政権下の転承13年頃まで存在していた。2013年6月、離島指定基準の見直しにより国土交通省の諮問会議において離島地域に加えられることが決定した。2021年4月24日及び25日、新型コロナワクチンの接種が16歳以上の 島民全員を対象に実施されることとなった。ワクチンは時期的に医療従事者に続き高齢者を対象に接種される段階ではあったが、島内には医療資源が乏しく感染が広がれば危機的な状況になることを防ぐための措置。琵琶湖島岸の大見八幡市本土と船で結ばれている。島内で事件、事故が発生した場合は、大見八幡警察署の署員が 大見八幡市本土から警備艇で駆けつける。島内で火災が発生した場合は、消防艇、沖島が湖水を組み上げて消火する。消防艇は夜間の急病人運送にも使われる。消防団員は女性も多い。水道水は湖水を島内の沖ノ島浄水場でろ過したものである。電気、通信は大見八幡市本土と沖ノ島の間に、 固定ケーブルがある。沖野島では特産品として2017年からサツマイモを用いたアイスクリームを売り出している。しかし2018年には原材料のサツマイモがイノシシによる食害に悩まされるようになっており、冬眠の間で悩みの種となっている。ありがとうございます。